はい、速稼塾の久保でございます。前回ね、吉谷さんが言われてましたけども、会社は学校じゃねえみたいなね、これで思い出したんですけども、私会社を経営しててね、従業員にちょっとした料理をお願いしたことがあるんですよ。そんな難しいもんじゃないです。スパゲティなんですよ。ちょっとスパゲティ作って、スパゲティを作るからお湯沸かしといてっていうふうに話したんですね。で、しばらくして私がね、そろそろお湯沸いたかなと戻ってきたら、ちっちゃい片手鍋があるじゃないですか、片手鍋ね、あれにお湯を沸かしてくれてたんですよね。スパゲティを作るからお湯を沸かしてって言ったんですよ。いや、片手鍋にお湯沸かして、おい、お湯これかって言ったら、はいとか言うんですよね、真面目に。で、スパゲティって言うと寸胴にね、せめてでっかいね、26センチとか30センチ鍋にバシャーっとたくさん、お湯を沸かすもんだと私は思ってたんですよ。こんなね、ちっちゃい鍋に沸かしてスパゲティどうやって入れるんだみたいな、どうやってほぐすんだみたいな感じですよね。ですから私スパゲティの作り方を呆れたんですけども、スパゲティってのはね、こうやって作るんだよって、お湯はね、こういうふうに張るんだよっていうふうに教えたんですよ。で、当時それ32、3歳の男の子だったんですけども、まさにね、会社は学校じゃねえんだってことなんですよ。で、あと別の子ですけども、私がね、社長として会議室に入ってきた時に他の社員が先に待ってたんですけども、あるね、社員は立ち上がっておはようございますっていうふうにね、お辞儀したんですよ。で、他のは座ったままで、顔だけこっち向けてね、おはようございますって感じだったんですよ。どんな家庭で育ったのかなと。はっきり言ってこういうね、挨拶とかそれこそね、簡単な料理まで会社で教えないといけないのかなと思ったら、あんたんたる気持ちになりましたね。これはね、家庭で教えることだろうと。いや、少なくとも家庭で経験してることだろうと。挨拶にしても、そのね、卵焼きだの、なんだの作るのにしても、愕然としましたね。というのが、私の会社が募集すると、こういう人がね、来ることもあったってことなんですよ。なかなかね、私の欲しい人材は来なくって、会社が教育するしかないというね。だから、出来上がった人が入社してくるのは、やっぱりね、大卒とか、本当申し訳ないんですけども、大卒みたいな就職の面接受けてきて、ある程度ね、先輩後輩に揉まれて、社会と関わってきてみたいなところが、確率が高いのかなと思っちゃいますし、一概にはこれも言えないんですけども、進学させるような意欲と経済力のある親っていうのは、それなりに子供をしつけてるんではないかなと思わせるようなね、エピソードだったです。その偏見は私が持ってるってわけじゃないですよ。そういうふうに思われるんじゃないかなという懸念を持ったんですよ。こういうふうな、例えばね、高卒だとかね、社会人とかがうようよしてて会社に入ってくると、どんな親なんだとかね、思われちゃうし、どんな、お前やっぱり高卒はダメだな、中卒はダメだなっていうふうに思われてしまうんじゃないかなって、ね、心配になっちゃいましたね。で、私は誇れるような学歴がないんで、そこまでね、自分に対しては心配しないんですけども、だから就職にあぶれてるんだとかね、だから必要とされてないんだっていうふうには感じちゃいましたね。だからまさにね、会社って学校じゃないんで、自分のパフォーマンスを発揮してお金もらうところなんですよ。だから会社に入っていろいろ教えてもらおうかななんてね、そんな時代じゃないんでね、その辺はね、思い出しちゃったかなってことです。ですんで私ね、吉谷さんも社員がね、夜遅くまで残ってて、社長が帰らないと帰れないじゃないですかみたいなことを言って、お前らが売り上げ立てねえから俺が残ってんだろみたいな、そのすれ違いがあったと思いますけども、まさにね、そういうことなんですよ。で、吉谷さんは人を使うことによって、使われる人のね、ある意味ね、愚かさっていうのを見て愕然としたと思うんですよ。だからこそ吉谷さんは、例えばないと思いますけども、どっかの社員で働く時も、経営者の立場になりながら従業員を演じることができると思うんで、多分スムーズにいくと思うんですよね。そういう意味で言うとね、やっぱ仕事場で教えてもらおうなんてのはね、とんでもない話で、昔仕事は見て覚えろみたいなことがありましたけども、見て盗めとかね、今はインターネットで検索してしっかりと予習して出勤するぐらいでもできるんで、それでいいんじゃないかなと思うんですよね。それからプライドの話もちょっとしましたよね。私はね、大学生時代、3年生の後半に3ヶ月だけホストのアルバイトしたんですよね。岡山市の夜の街で、いわゆる夜の街、ちょっとぼかしますけども、潰れたと思うんで言いますけど、リシファーっていう店だったんですよね。で、そこでホストクラブのホストをやっていて、私はね、現役学生っていうことで、割と珍しい売り込みだったんですよ、当時は。現役で昼は大学行ってるよと、
夜はこれホストクラブで3ヶ月間だけで、月収100万を達成3ヶ月以内に達成して辞めたと、3ヶ月目に達成して辞めたんですけど、ちょうどその時は誕生日の月であってね。にしても、あの、月収100万じゃない、一晩100万ですね、売り上げ。それは珍しかったというふうなことでした。で、 ところがね、その100万上げるために私が何をやったかってことをね、お話しすると、これこそまさにプライドを捨てたんですよ。例えばね、あの、まあ、女の子、店に来る女の子って年上の方が多かったんですよ。当時私大学生ですからね。で、年上の女の人が、あの、ボトル入れてほしいんだったら、入れたボトルのね、中身を飲めるって聞くんで、もちろん飲みますよって話すじゃないですか、ホストなわけですから。したら、この靴、ハイヒールに注いだ分を飲めますかっていうふうに聞かれたんで、これをね、飲むんだったら入れるわっていうことだったんで、まあそのね、22.5 ぐらいの靴だったら、ハイヒールだと思いますけども、飲みますって感じでオーダーしたシャンパンをなみなみとね、ハイヒールに注いでいただきますとか言ってね、靴を飲んだということがありました。うん、で、飲んだら、ふーみたいな、ね、バカじゃマジ信じらんないみたいなこと言われたんですけども、いや、もう信じらんないっす僕もみたいなね、もう一杯いただいていいですかみたいな、そこまで食らいつきましたからね。それから余興で、あの、下半身を裸になって、まあお尻の穴にね、あの、ロケット花火を3本ぐらい、あの、入れてもらって、それでぶっ放すみたいなこともしましたよ。うん、どんとこいですよ、そんなの。で、3本飛ばしたらシャンパン3本みたいな賭けをしたんでね、じゃあ3本同時に行きますみたいなことやりましたからね。それはね、思い出に残りますし、人の記憶にも残ったと思います。そういうことを繰り返しながら、朝の8時半から9時ぐらいまでね、閉店の時までやって、私はね、100万円を突破しておめでとうって感じになりましたけども、まあなんか100万円突破した時にやっぱり涙出ましたね、一つの達成感で。で、当時ね、そんなね、さすがに、景気が良かったとは言ってもね、そのポットでのバイトの学生がね、そんなにね、日当7000基本給ですよ。日当7000基本給で、9時間勤務で、それから、あの、プラスアルファコミッションってやつですよね。うん、あの、ボトルの半分もらえるんですよ。だからボトル1万円だったら5000円なんですよね。だから3本ぐらい入れたら1万5000円で美味しいじゃないですか。まあ、その時は想像していただきたいんですけども、高いボトルも確かにありましたけども、100万円を私がね、売り上げた、ゲットしたってことは、どういうことなのかってことなんですよ。結構プライド捨てましたね。いや、面白かったですよ、なかなか。なんか気がついたらね、だから鼻毛も燃えていたんで、これは何だったんだろうとか思いましたね。それで、あとなんかちょっと人には言えないようなことをやったみたいです。でも受けたらしいです。その時はみんな引いたんですけども、何回も繰り返しているうちに、あ、こいつはここまでできるやつなんだってことで、それが、その水準が私の水準になって、私が辞めた後も、その水準っていうのはずっと店にね、これを超えなければあいつに負けるぞみたいなので残ったらしいです。ということで、3ヶ月間だけのホストクラブ人生だったんですけども、私なりにね、やるだけやってプライドは捨てたかなっていうところでございます。で、ガチンコですよね。本当に本気でやること。スクールウォーズの話出てましたけども、その滝沢先生とね、水原っていう番長、その他にもワルがいたんですけども、やっぱりね、本気でお互いに裸で殴り合うところ、そして裸で風呂に入る、文字通り風呂入ってましたよね、最後に。あの、先生、俺ラグビーやった方が良かったかな。何言ってんだ水原、お前がその気なら今からでもラグビーだって何だってできるんだぞみたいなね。そんなラストシーンがありましたけど、泣けてきますね、あれはね、やっぱりね。で、スクールウォーズヒーローもいい話だったんですけども、とにかくね、ガチンコ本気でやるってことは男と男のぶつかり合いですよ。だから教師というレッテルも外して、もうグレだね、突っ張りっていう番長っていうそのレッテルも外して、お互い一人の男対一人の男で、最後ね、滝沢先生と水原が、勝負してくれよって言うんでね、こうやって勝負ってのはこれのことか、お金のかって聞いたら、あ、怖いな、お前を殴り倒してしまうかもしれないからな、ってこの野郎ヘラズ口叩き上がって、これやってからドーンと殴り合って、で、水原を水の中にバーッと沈めるわけですよね。そしたら、参ったかこの野郎って言ったら、参るもんかとか言ってからね、お前がどれだけ今まで人のことを泣かしてきたか思い出してみろって言ったら、水原大丈夫か大丈夫かみたいになって、今度一緒にね、風呂入って、なんだ水原、お前まだ寒いのかって、しょうがねえな、じゃあこれ飲めとか言って、ブランデーを勧める滝沢先生みたいなね。先行がこんなことしていいのかよと、バレたらこれかなみたいなね、どこまで覚えてるんだって話でしょ。まあそういうところがね、感動させるわけなんですけども、結局ね、あの当時あれがなんで許されてたかっていうと、情報が足りなかったからなんですよ。どっかにこんな高校があるに違いないっていうね、そういうふうな思い込みと、あとね、あんな無茶なことやったところもあったと思うんですけども、
情報が広がっていかないんで、今みたいにツイッターとか YouTube でね。だからどっかの高校でめちゃくちゃやったこともあんまりね広がっていかないんですよ。でも蓋を開けてね、20年ぐらい経ってみて昔話をしてみたら、例えば学校の校舎のねガラスを夜中にねこうやって石投げて割るみたいな事件が私の中学にもありましたけども、うちだけかなと思ったら結構そういうことって起きてるんですよね。まさに尾崎豊の、話なんですけども、世界なんですけども、その他ね、学校の鍵をね持ち出してコピーして、それでね深夜に学校に忍び込んだりとか、職員室に行ってテストをね盗んだりとかっていうのがね、私のね高校とか中学にはねあったんですよ。あったんですよ。私がやったわけじゃないんですけど、あったんですよ。でそれはさすがに他のところではここまでのことはえぐいことはないだろうと思ったら、結構あるんですね。今ね40代の人と昔話すると、いやうちの学校もこれあったよとかね、いやうちの学校そもそも宿直の人がいて、でも寝てるから忍び込めたんだよみたいな、それが先輩から伝わってきて、結構無茶やったよとかね、そんなこともあったりね。例えばの何置きっぱなしにしてる、これいいんだろうか、あのね女の子がね体操服とか置きっぱなしにしてるやつがいるんですよ。でそれをどこの誰かっていうのを特定して、それもねなんか知んないけど流れてて、とあるところには、でそれを知ったやつが夜忍び込んでこうなんかね、それこそねリコーダーのなんかを舐めるぐらいのレベルじゃなくて、そういうことが起きていてすごいですよね。だからたまにね、あの女子生徒の、上履きが全部なくなったとかね、それからなんだろう学校に置きっぱなしのなんか物がなんというかね、はっきり言えませんけどすいません、物がなくなったみたいなことで全校集会とかありましたからね、私はね中学でも高校でも。え？あの大鳥中学とか大門高校の皆さん覚えてますか、こういうことあったの。特に先生は仕切って、お前らお前こんなことがあったんだけどな、うちの生徒じゃないと思うけどみたいな感じで、あの怪しいやつをじっと見つめながらね言ってたでしょ。あれ私じゃないですからね、そこまでのことはやりませんからね、私はね、さすがに、私はねさすがに、あの悪だったですよ、すいませんけど、悪って言ってもそのなんてエッチ系の悪じゃなくって、盗み系の悪じゃなくって、このバイオレンスの方だけだったんですよ本当にね。まあ、言い訳させてもらうと、この体格見ればわかるじゃないですか、どう考えても、これこの体喧嘩してきた体でしょどう考えてもこれ盗みをしたらすぐバレますよ、もうこんなでかい体で、ということなんでね、私がね夜中に女の子のなんかを盗んだとかっていう、そのかっこ悪い噂は流れたくないんで、心の中でいろんな思いがあったけども、それはやりませんでした。なんと話をしてるんだこれはということでね、今日は何の話か分かんなくなりましたけども、まあ楽しんでいただけたら幸いでございます。これからもね昔話をしながら、そしてこれからねビジネスの話もしながらお話ししていきたいと思うんですけども、結局人の心理なんですよこれ全て。あのね、人の心理がどういうふうに向かわせるかってことなんですよね。でそれをやるのかやらないのか、例えば今私ねむちゃくちゃなね過去のお話しました、全てが私がやったとは言いませんけども、私がね10代の頃に起きた本当にリアルな現場です、それは全て。でやった人とやらない人と、何も考えてないそういう分野にはねあんまり関わってない人がいる、いろんな人がいるんですけども、あのやろうぜって言われてもおおって感じで人にたきつけられてやる人とね、あと自分がリーダーシップを持ってみんなやろうぜって言って、みんながやるんだったら自分も勇気が出るとかね、で誰もついてこなくても俺は一人でもやるぜみたいな方がいたりとか、いろんなモチベーションって当時からあったんでしょうね。で私は結構ね、あの自分のモチベーションがその時からあったようなんですよ。だから群れることもあんまりなくってね、だからあの同じ学校の中でちょっとグレてるグループってあるんですけども、私基本的に一人だったんで、そのグループの仲間ではないけども一人でまあ何かとやっていたという。だから揉めた時ってね、あの上の人に相談するみたいなことができなかったんですよね。だからちょっと弱っちゃったことはありました、明らかにちょっと集団でね、私よりちょっと学年1個か上じゃないかみたいなのが取り囲んでね、あの痛い目に遭わされたことがあって、その時は手も足も出なかったんですけども先輩とかに知り合いもいないしね、泣き寝入りでしたね。まあそれも結構いい思い出だったかなと思います。まあ本当にね1対1なら見てろよって感じでしたねその時はね。やっぱりね1対3以上だと私もかなわないですね当時は。私はもう今1対1でもかなわないと思いますけども、いやー懐かしいですね、いろいろ昔話をしてたら。なんだろうこれ、風鈴なんだろうね。はい、じゃあ今日なんかオチがつかないような感じになっちゃったんでどうしましょうか。ねそうですね、あこれビートたけしバカロンバカロン終わり。